ハリプンチャイ王国もしくはハリブンジャヤ王国は現在のタイ王国ランプーン県にあったモン族の国家。ハリプンチャイ王国に関してはパーリ語で書かれたジナカーラマーリーやチャーマデビーバムサーなど多くの年代記があり頻繁に言及されているが非常に史実性に乏しいとされ実態は大きく謎に包まれている。それらの年代記によれば シャマデビと呼ばれる姫が当時門族のドバーラバティ王国が治めるラボにいたが、その父によってラムプーンに送られてきたことによって661年国が成立した。しかしながら実際この辺りに国が立ったのは750年あたりだとされる。950年頃王闘士の言う野蛮人の王がラボを占領したことにより、 文族勢力の中心がハリプンチャイに移ることになった。あと、1005年から1022年頃までラボは、クメールの王スーリア・バルマン一世の占領を受ける。ハリプンチャイはこの後ラボを、再び文族勢力下に取り戻そうとして、クメールとの間に何度も争いが起こった。1010 10年、ハリプンチャイは、ラボに軍を送り攻撃を開始した。この戦いは10年も長引いた末、 マレー半島ナコーンシータンマラートのクメール人の王が船で援軍を派遣したことによりハリプンチャイの軍は敗走した。それから3年後の1023年にはクメール王カムボジャラージャの軍隊がラムプーンに派遣されハリプンチャイは攻撃にあった。1050年ラムプーンにこれらが発生し6年間流行し続けた。これによりモ族の一部は ゲビルマのハンターワディーやタトン王国のと、モったまえ移動、その隙をつくように、タイ族をはじめとする異民族の侵入が増え始めた。1090年頃には移民族によるクーデターも起こっている。1130年にかけて、ハリプンチャヨー、アーディッタは再び、ラボに侵攻した。この戦争では、クメール側が敗走し一時的に、ラボが、モン族側の勢力に入った。 1150年、後に、クメール勢力がラボを取り戻したが、この後、ラボは、ハリップンチャイの影響を受け、クメールから離反する動きを見せ、1155年に、ウに施設を送り独立国としての承認を受けた。その後13世紀初頭までには、ランプーンを中心に寺院など建築物の建設が、頻繁に行われ黄金期を迎えたが、1281年には、 これらの発生以降侵入を続けていた、タイ族の一派である、タイイワン族の王、マンラーイガランプンを攻撃し、ランナーを建設したことにより、ハリプンチャイは壊滅した。このアトモン族の中心は、ペグーに移ることになった。ありがとうございます。